この動画では太いアスパラガスを育てるためのプロの栽培技術を大公開します。土の中にですね、堆肥をどっちゃり入れる、これがすごく重要で、この中で必ず言われているものがあるのでそれを紹介しておきます。これがですね、あるとないとでは作業効率大きく違います。はい、サラリーマンが農家になってみたの片本です。いつもご視聴ありがとうございます。早速ですが、今日は太いアスパラガスを育てるために僕がやっている栽培技術を大公開します。アスパラガスの栽培を始めたい、どうせだったら太いアスパラガスを栽培したい、そう思ってる方って結構いらっしゃると思います。特にプロ農家の方や、これからですね、プロのアスパラ農家になりたいと思ってる方、そう思ってる方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。結論から言いますと、太いアスパラガスを育てたいならば、栽培を開始する前の初めの準備がすごく重要で、この準備が後の結果に大きく影響してきます。そしてこの準備は栽培開始前にしかできない準備です。ですから定植して栽培が始まってしまった後はですね、やりたくてもできないことでもあります。僕はもちろんですね、収納前には知らなかった栽培技術ですし、そしてこの重要な準備を初心者はもちろん、プロ農家の方でさえ知らないと、そういう方も意外と多いです。今回は栽培初心者向けに、太いアスパラガスを栽培するために大事な最初の準備をお話しするとともに、なぜそれが必要なのか、そういったお話もしようと思います。この動画を見ると、太いアスパラガスを栽培するために栽培開始前の大切な準備と、僕がそれをどのようにやったのかということがわかります。そして準備するものや、この圃場全体ですね、どのように設計しているのか、そういったところまでお話しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはまるで直接農家に話を気に入ったみたい、そう思ってもらえるチャンネルを目指して情報発信しています。今後も農家のリアルな話やプロ農家のノウハウをもっと聞いてみたいと思う方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まず皆さんに知っていただきたいのは、農業というのは今日ご紹介する準備の話に限らず、栽培開始前に結果の大半が決まっていることが多いということです。これは農業に限ったことではなくて、仕事全般に言えることかもしれません。今僕は今年定植予定のビニールハウスの中でこの動画の収録を行ってますけども、実はこのビニールハウスというのはですね、すでに今日紹介する準備終わってます。今はですね、ご覧のようにもう何にもない状態で、強いて言うならばですね、発芽が遅れた煙幕がポツポツと生えてるだけです。この動画ですね、今日は3月の15日なんですけども、定植予定は5月の前半です。ですから1ヶ月半後にですね、定植っていうのを予定してます。実は昨年の11月に今日ご紹介する準備というのは終わりにして、そして越冬を迎えたんですね。それでは本題に入ります。見渡す限りですね、何もないビニールハウスなのにもう準備が終わってる、これはどういうことなのか。そうなんです、その準備はですね、土の中にしてあるんです。過去の動画でも何度か触れてるんですけども、アスパラというのは土の中にですね、堆肥をどっちゃり入れる、これがすごく重要で、今日の主題にもなります。このどっちゃりという表現は、隣町で一番のアスパラ農家さんと直接お話した時にですね、その方が使っていた表現なんですけども、本当にですね、どっちゃり堆肥を入れます。まずはじめに、僕がどのくらいの量の堆肥を入れたのか、そこからお話していきましょう。結論から言いますと、僕はですね、この1棟のビニールハウスの中に18リューベの堆肥を入れました。18リューベというのはリットルに直すとですね、1万8000リットルですね。僕が使っている堆肥はですね、40リットルで16キロの堆肥ですから、ですからキロに直すとですね、7200キロ、つまり 7.2 キロの堆肥をこの土の中に入れているということになります。単あたりで言うと 21.6 キロぐらいになると思いますね。指導する方によっては、単あたりですね、100キロの堆肥を入れるんだという指導される方もいるようですので、もっともっとですね、堆肥を入れている、そういう農家さんもいらっしゃると思います。僕が聞いたり調べたりしている限りですと、堆肥の質というのはですね、そこまで問われなくて、量の方がどうも重要そうです。未熟なものじゃない限り安いものでいいんだと僕はそう聞きました。YouTube を見たりネットで調べたりしていると、草だったりもみ殻だったり、そういった有機物をですね、メインに入れてらっしゃる農家さんもいらっしゃいました。僕の場合ですね、隣町にすごく良質な堆肥を作っている堆肥センターがあるので、そこからですね、トラックで運んでもらったんですね。今年栽培5年目になる、隣でですね、栽培しているアスパラ、これを定植する時もですね、同じ堆肥を使ったので良い結果出てますので、今回もですね、同じ堆肥を僕は使いました。それでは実際に作業した時にですね、映像を撮ってきましたので、その映像を見ながら準備するものや作業手順などをご紹介していきます。まず堆肥ですね、これはですね、きちんと専門家やアスパラ栽培に詳しい方に相談して、どういった堆肥をどれぐらいの量を入れるのか、ここはですね、きちんと決めた方がいいと思います。繰り返しになりますが、僕はですね、この1棟のビニールハウスで 7.2 棟の堆肥を入れました。
そしてですね、大事な機械、ユンボですね。穴を掘るために使うユンボです。これはですね、僕の場合は近くのですね、農家さんから貸していただきました。穴を掘る部分の横幅ですね、測ってみますと大体33センチぐらいのものですね。僕が教えてもらったやり方だったり、あとネットを調べててもですね、大体横幅というのは30センチぐらいで書かれていることが多いです。ちなみに掘る深さはですね、最低でも40センチ以上、まあ、大体ですね、調べていると50センチ以上と書かれているものが多いです。深さについては圃場の排水性とも関係してくるので、このことについては動画の後半でもう少し触れたいと思います。それとあると便利なのはバケット付きのトラクターです。これがですね、あるとないとでは作業効率大きく違います。定植した後のですね、毎年の堆肥入れというのはもう重機入れることできないので一輪車で行う必要ありますが、定植前というのはトラクター入れることできますので、ぜひともですね、このバケット付きのトラクターというのはちゃんと手配した方がいいですね。やはりですね、定植前にはものすごい量の堆肥を入れることになるので、このバケット付きのトラクターがあるとかなり便利になります。そしてですね、堆肥を掘った穴に入れるためのスコップですね。ここは人力作業になるのでスコップ必要です。でこのスコップはですね、この先っぽが平らになっているもの、この方が使いやすいです。僕はですね、これ雪かき用のスコップなんですかね、これを使ってます。これはですね、ちょっと作りが貧弱なんで土を運ぶには少し弱いと思うんですけども、堆肥は軽いのでこれでも十分です。むしろですね、この先の部分がすごく大きいので多くのですね、堆肥をすくうことができますから作業効率上がります。スコップのですね、重量もすごく重要で、これよくあるですね、ここ絵が木でできている、まあ、ちょっと古めのスコップですけども、こういったものですと重くてですね、疲れてくるんですよね。堆肥を穴に入れる作業というのはもう数えきれないぐらい何回も何回もやりますんで、このですね、ちょっとした重さ軽さっていうのが疲労にですね、すごく影響してくるんです。特にですね、体の小さい方ですとか、あとは女性ですよね、の場合はですね、スコップの重量にも気を配った方がいいと思います。それでは作業手順の紹介です。作業手順は大きく分けるとですね、3つあります。1つ目は穴を掘る、これはですね、ユンボで行います。2つ目は掘った穴に堆肥を入れる、これはですね、先ほどご紹介したスコップでやります。そして3つ目、土を埋め戻して平らにならすですね、これも僕の場合はユンボで行います。それぞれですね、作業している時の映像を撮ってありますので、映像を見ながらお話していきます。まず1つ目のですね、ユンボで穴を掘るなんですけども、今回は60センチの深さ掘りました。前回はですね、50センチ掘ったんですけども、今回ですね、10センチ深く掘ったんですね。これなぜかというと、今回ですね、定植する全粒ガリバー、この品種はですね、他のアスパラの品種よりも少し深く根を張ると聞いたからなんですね。ここはですね、小川の近くなんですね。ここから200メートルも行かないところに小さな川流れてるんですけども、前回はですね、下を掘った時に40センチぐらいのところで石が出てきちゃったところもあるんですね。で、石が出てきたら、それはですね、あんまり掘り起こすってのは良くないらしくて、もうね、石を埋め戻したとしても、一度掘り起こした石というのは、時間とともにですね、少しずつ上に上がってくるそうなんです。そうするとですね、アスパラが出てきた時にその上がってきた石にぶつかってアスパラが曲がっちゃったりするらしいんですよね。ですから石が出てきた場合は下手に掘り起こさない方がいいと、僕はですね、そういったアドバイス親方からもらったんですね。でも今回は60センチ掘っても石出てきませんでしたので、予定通り深さはですね、60センチ掘ることができました。ユンボの操作のことで初心者というか、ユンボの操作経験がない方にですね、一つアドバイスをしておきたいなと思います。僕の場合はユンボ自体も持ってなかったし、操作経験もありませんでしたので、ユンボがお借りした時にですね、その農家さんのところでよく作業されているユンボの操作に慣れているスタッフの方、この方もですね、貸し出してというか、その方にも来ていただきました。重機の操作から覚えるとなると、なかなかそんな簡単な話ではないですし、まあ、そもそもですね、ユンボ壊しちゃったり、あとはハウスを壊しちゃったり、そういう可能性もありますよね。ですから僕のおすすめは、お金がかかったとしても操作に慣れてる方、そういった方も一緒にですね、こう手配するということを、まあ、特に初心者の方、操作経験のない方にはおすすめしたいなと思います。次に堆肥です。これですね、あんまり難しいこともなくて、掘った穴にですね、堆肥をどんどん入れていくだけです。今回はですね、掘った穴60センチの深さの半分の30センチ堆肥を入れました。前回はですね、50センチ掘った穴に20センチの堆肥を入れたんですけども、今回は穴の深さもですね、堆肥の量も10センチずつ増やしました。作業自体は単純なんですけども、2点ほどアドバイスがあります。まず1点目はですね、ユンボで掘り上げた土の置き方です。できれば堆肥入れをする作業をする側ですね、そちら側には土を置かない方が作業はしやすいです。理由はですね、土が邪魔になって堆肥がやっぱりですね、入れにくいんですよね。
とにかくですね、何回も作業する、反復作業ですから、ストレスは少しでも少ない方がいいです。映像を見ると分かりますが、作業してる側には土置かれてませんよね。ただですね、端っこの畝になるとそういうわけにもいかなくて、なぜかというと端にですね、土を盛りすぎちゃうと土が崩れた時に今度埋め戻しが大変になるんですね。ですから端の畝の場合はちょっとしょうがないんですけども、両サイドに置いてもらって、そして真ん中の畝はですね、どちらか片方に土を置いてもらうというふうにしました。この辺もですね、ユンボの操作をしていただく場合は作業してくださる方にですね、きちんと説明しておくことが大事です。2点目はバカ棒を作ったことですね。バカ棒とは全国で使われている用語なのかどうなのかちょっとわかんないんですけども、簡単に言うとですね、目安となる棒ですね。これを用意しておくとすごく作業効率が上がります。パイプの切れ端でも何でもいいんですけども、僕はですね、パイプの切れ端の30センチのところに印をつけて、これで堆肥の深さを測りました。スコップで堆肥を入れるときにですね、深さも均一に入れるってことは、実質できないと思いますので、バケット1杯分の堆肥を入れたらバカ棒で測りながらですね、堆肥を慣らして作業を進めていきました。最後に土を埋め戻して圃場を平らに慣らして完成です。僕はこの作業はユンボの操作をしてくださる方にですね、お願いしました。映像でも撮っておいたんですけども、これすごくないですか。本当に手足のようにというか、体の一部のようにですね、器用にこのユンボを操作するんですよね。土を埋め戻して平らにならして、そして踏み固める。このビニールハウスはですね、50メートルありますけども、これをですね、人力でやったらもう大変なことです。こういったですね、細かい操作を短期間でですね、覚えるというのは、少なくても僕には無理ですし、今回作業いただいた方というのは前回作業いただいた方と同じ方なんですが、やはりですね、もう技術がすごいので、今回もですね、お願いしました。ユンボの操作技術に長けている方を手配できるかどうか、これはですね、作業効率もそうですし、仕上がりの綺麗さ、こういったところにもですね、大きく影響してきます。あくまで僕の圃場の話になりますが、今回ですね、僕がどのような感じで圃場を作っていくのか、その辺のお話もしておきます。まずビニールハウスのサイズですけども、このビニールハウスは間口が 7.5m、 そして縦の長さは 50m です。二重ハウスなので、実際にですね、横幅というのは 6.7 メートルから 6.8 メートルになります。今回は畝は90センチの畝を3畝作ります。これはですね、前回までと一緒ですね。今畝の中心になるところには木の杭を打ってますけども、こちら側にも打ってますし、向こうの反対側にも木の畝打ってるんですが、この木の畝と畝を結んでるところっていうのがちょうどですね、定食する箇所になります。ですから、この木の畝というのは畝の中心に今ですね、打ってるんですね。そしてですね、今回のポイントというのは、端の畝のセンターからビニールハウスの端まで、ここをですね、長さ十分に取ったということなんです。ここをですね、今回は155センチ取りました。畝幅は90センチなので、畝の中心部から45センチ離れたところにですね、アスパラネットをかけるためのですね、ポールというのを立てます。ですから、そのポールとビニールハウスの端までというのは110センチということになりますね。このですね、端の通路に余裕を持たせているというのが今回のこだわりのポイントです。目的はですね、作業効率の向上なんですね。アスパラは立茎した後というのは擬葉を広げて本当にですね、もっさもさになるんですね。例えば今映している映像はですね、去年の立茎の時の映像で、撮影したのは9月の中旬なんですけども、もうですね、端の畝のアスパラの擬葉が外に飛び出てきてますよね。そして巻き上げのビニールにですね、絡まっちゃったりするんです。これだけですね、もさもさになっちゃうと、例えば摘心ですとか、あとはですね、下葉のカットですとか、そういった作業で入るときに端の作業が本当にやりにくくなるんですね。少ない人数で作業している小さな農園ですから、こういった作業効率も考えて設計の段階ですね、しっかり想定しておく、これもですね、非常に重要なことになります。この3本の畝はですね、それぞれ畝のセンターから180センチの間を取ってます。それぞれ90センチの畝なので、畝と畝の間のですね、通路は90センチになります。この90センチという通路の幅はですね、今栽培しているアスパラのハウスと同じ幅です。本当はですね、1メートルぐらいあってもいいかなと思ったんですけども、今もですね、90センチ幅の畝まで作業をそんなにしにくくないので、今回も同じようにしました。この間の通路の幅よりもですね、両サイドの通路、ここの幅をですね、今回はしっかり取りたかったんですね。最後に今日ご紹介した栽培前の準備というのがなぜ大事なのかということをお話しておきます。僕が教えてもらった話だったり、あとネットで検索したりするとですね、いろんなことが理由がですね、言われてはいます。ただですね、この中で必ず言われているものがあるので、それを紹介しておきます。
それはですね、根張りなんですね。50センチ以上の穴を掘って、そして大量の堆肥を入れることがですね、根の健康な成長を促すということが必ず言われてます。アスパラの根というのは70センチ以上深くですね、こう刺さっていく、まあそういった作物です。そしてアスパラは多年草なので、一度植えてしまった後というのはもうその場でですね、10年以上栽培をし続けることになります。畝の下に十分な堆肥を入れることで、保水性、排水性、そしてですね、通気性の確保ができるというふうに書かれてるんですね。これがですね、根の健康な成長、根張りに、まあ、大きく影響してくるんだということです。また堆肥にはですね、多くの方がご存知なことだと思いますけども、大量の微生物が含まれています。でこのことがですね、土壌の粘土分を緩和して土壌の密度を減少させる効果もあるということです。そうするとですね、より根を張りやすくなるし、かつ排水性も高まるということです。アスパラは水が大好きなんですけども、ですが多湿を嫌う作物でもあります。今回僕が提植するガリバーという品種は、メーカーのホームページも書かれてますけども、排水不良の補浄っていうのは不適だということなんですね。なので作付け前の補浄準備はしっかり行うことということが書かれてます。技術指導をする方によってはですね、1メートルぐらい掘って一番下にですね、暗渠パイプを入れて排水性を高めた方がいいと、こういう指導される方もいらっしゃいます。補浄の排水性によっては50センチ60センチ掘るだけでは足りないということです。ガリバーは特になのかもしれませんが、アスパラ栽培においては排水性の高さというのは求められます。今日は太いアスパラガスを栽培するためのプロの栽培技術の秘密を、まあ、僕が知っている限りのことをお話しました。とはいえ、アスパラの補助作りというのはお金も手間もかかりますので、いろいろ考えちゃいますよね。僕のチャンネルでは過去にも太いアスパラを栽培するためのノウハウ動画というのを何本か出してますので、そちらのリンク動画の概要欄に貼っておきます。ぜひそちらも参考にしてみてください。皆さんにとってのベストな補助作りの何かのお役に立てればなと思ってます。それでは今日のまとめをします。太いアスパラを栽培するために、定植前に穴を掘ってですね、大量の堆肥を入れるという話を紹介しました。今回の話を4つにまとめると、1つ目は堆肥はどちらかというよりも質よりも量が重要と、2つ目に掘る穴は幅30センチ以上、深さは50センチ以上が目安になります。3つ目に穴を掘るユンボというのは、持ってない方はですね、ユンボを借りるだけではなくて、作業技術に長けた方も一緒に手配できると作業効率も上がりますし、仕上がりも格段に良くなります。4つ目は堆肥を大量に入れることで、土の中の保水性、排水性、そして通気性が良くなって根張りが良くなるということでしたね。またアスパラの栽培については過去にもいろいろ動画を出してます。太いアスパラを育てるノウハウから、春先の補助準備や定植のコツ、そして下葉かきや摘心など管理作業に至るまで、いろんな動画出してます。再生リストにまとめてますので、こちらもですね、概要欄にリンクを貼っておきます。興味のある方、ぜひそちらもご覧ください。このチャンネルはまるで直接農家に話を気に入ったみたい、そう思ってもらえるチャンネルを目指して情報発信をしています。農家のリアルな話やプロ農家のノウハウをもっと聞いてみたいと思う方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の紹介まで、さよなら。